最近どうですか学校の方は。いやあ、いろいろバタバタしてますねん。それに、いい教材が見つからないので、自分で作ってるんですけど、もう、忙しいってヘロヘロですわ。ああ、いい教材ね。へへへへ、知ってますよ、いい教材。ええー、知ってるんですかなんていう教材ですか情けは人のためならず、教えてくださいよ。 どうしようかな。せやアセスメントタスク作るの？手伝ってくれたら教えてあげる。やるやる。何でもやります。溺れるものは笑うもつかむや。なんや、今日はことわざが多いな。まえへ、え、はほな教えてあげよう。ほらこれよへえいいと思って言うんですか？ジュニアからシニアまである。 いい,といろんなことを考えさせて生徒がグローバルな人間に育つようにっていう願いを込めて書かれた教材シリーズなんよインターカルチャルラングイジーラーニングにも力入れてるよそうか言葉と文化は恋人みたいなもの切っても切れない関係なんですもんねそそうそう せやから分けずに一緒に教えようよ。このシリーズはその辺のこといっぱい考えて作ってるから。ほんで、スチューデントブック、アクティビティブック、ebook、ティーチャーガイドまで全部揃ってるよ。あの、リーダープラス ebook って何ですかリーダープラス ebook に何が入ってるかというと、 こういうことやね。へー、デジタルコンポーネント、ゲーム、アニメーション、マンガストーリーズ、へー、ドラマの動画もあるんですね。面白そう。うんうん。なんかむちゃくちゃすごそうですね。すごいよ。これは書き人を示した動画と。 文法をビジュアルで説明した動画の一例よ。へえ、書き順の動画。文法をビジュアルで。ほぉー。ああ、これは発音のお手本ビデオとドラマの一シーンですね。ちょっとこのドラマ面白そう。見てみたいな。 ほんで、気になるトピックですけど、どんなトピックが入ってるんですかいいとも1に入ってるトピックはこれ。ひらがなチャプターがはじめにあって、自分のこと、友達、家族と広がっていく。はい,はい、はい。それで、いいとも1の最後のチャプターでは、 和食レストランで日本語で注文ができるようになるよ。ほほー。このチャプターを勉強したら実際にレストランに行って注文してみてほしいですね。いいともにーはこんな感じ。学校や趣味、カタカナのチャプターもあるよ。なるほど、なるほど。カタカナも集中して教えるチャプターがあるんですね。 後半はアニメや漫画のキャラクターも出てきて楽しそう。お誕生日やお祝いも楽しいトピックですね。3と4は分厚いよ。10チャッターってこんな感じ。1で自己紹介をやったけど、3と4では追い立ちで自分の人生を振り返る。 それから食べ物や買い物に広がっていくんよ。いやー、素晴らしい。後半ではアルバイトや将来やりたい仕事、ホームステイにまで話題が広がってる。本当に生徒の興味を引くトピックがいっぱいですね。みんなどんどん日本語を勉強したくなるんちゃいますか それで、一つ一つのチャプターはどんな風に進めていくんですかチャプターごとの構成を見せてもらえますまあ、さらっと紹介させてもらうと、こんな感じよ。これは、いいともいのチャプター4です。オープニングのページには3つの質問があったりして、 このチャプターでどんなことを学んでいくか、生徒たちと一緒に考える大切なページなんですよ。ほうほう。その質問でそのトピックについて考えさせてから学習に入るんですね。そうそう。そこから漢字や仮名を勉強して、トークタイムで話す練習をして、 漢字も普通の漢字とパワーアップの漢字がある。チャレンジしたい生徒にはパワーアップがあるといいですよね。うんうん。それから読んだり書いたり聞いたり答えたり文法を勉強したりしてもうバッチリ。あの、ファインドアウトモアって何ですか Find out more はそのチャプターのまとめで漫画やフォトストーリーになっていて文化と言葉を全部まとめて勉強できるページ。ビジュアルだから生徒も嬉しいかもね。へえ、それはわかりやすい。ああ、それから最後のページは my vocabulary 単語のリストなんですね。putting it all together は まとめのタスクですね面白そうなタスクが載ってるからそれアセスメントのタスクにも使えますねそうそう使える使えるあこれはアクティビティブックですねまず質問でバックグラウンドナレッジを確かめたり何を習いたいか考えさせるんですねスチューデントディレクションというか 生徒の自発的な学習を助けますね。地図のイラストもいいですね。えー、っと、これはリスニングとライティングですね。それにリサーチクエスチョンもあるんですね。スキュエントブックに合わせて書かれているから使いやすいよ。もちろん漢字の練習やクイズ、文法のチェック。 先生たちの声に応えてたくさんリスニングも入ってるし。何これソングチャプターごとに歌があるんですか習った内容が歌になってるんですね。へえ。それと、これは自己診断リストですね。これまた便利。 こういうのがあるのとないのとでは違いが出るんですよね。これはまとめの表現活動とまとめのクイズですね。本当にいろいろなタスクが満載ですね。さて、先生用のサポートして、ティーチャーガイドにはレッスンプランを作るのに便利なマップやアクティビティやティーチングノートや シューデンブックの答え、オーディオスクリプト、発展問題まで入ってる。さらに、フィーチャーリーダーっていうオンラインリソースも役に立つよ。カリキュラム表やテストやワークシートとその答え、アクティビティブックの答えとかいっぱい入ってるよ。オーディオのダウンロードもここから OK。 うわあ、至れり尽くせりって、このことですね。そうそう。ちなみに今日はジュニアの方を中心に紹介してきたけれど、シニアの方もお忘れなく。おお、シニア。これまたオーセンティックな写真やら、いろいろなテキストタイプやらあって、幅の広い学習ができそうですね。 ファイアーオーダーシンキングを助けるアプローチやコミュニケーションコラボレーションを促す活動も入ってるよ。さらに ebook のリソース、ピーチャーサポートともに充実してるから、詳しくサンプルを見たい方のために、下のリンクを貼っておきますね。もういいともさえあれば、鬼に金棒、花より団子、笑う角には服来たるや、 やるな、いいとも。なんやそれ。もう言葉ざわええわ。とにかく持つべきものはともって言うから、いいともがいい友達になるってわけ。なにそれダジャレほんまにもうええわ。最後までご視聴いただきありがとうございました。